胸トラップ、そのまま1ミリ先制、38点先制ゴール、1ミリ。ここからクイックリスタートですよね、佐藤健介から。オフサイドないですよね、まあ、背中取ってファーストタッチで胸で収めてからまたシュートまで早かったですよね。キーパーが同サイド来るの分かってますし、逆サイドにしっかり速いシュートを打ち込むと、この胸トラップからね、チスカの足がボールに当たっていいところに落ちましたね、まあ、それでもボールの呼び込み方と、藤原、渡辺、ゴールを見て、渡辺、ピースから、右足、2試合連続ゴール、渡辺和真、これ、相当レベル高いプレーですね、これ、深いところまで藤原が来て、ここで1回触ったんですけど、はい、1回逃げて、はい、それで逆サイド。ここですね、ここで1回触ってペナから出てしまうんですよ、はい、キックフェイントで2人をフェイントかけてもう1回触って、で彼キーパー見てませんけど、もう逆サイドにもうここにボール、あのゴールがあるキーパーいるっていうのも頭の中入ってるんで、はい、思いっきりあとは振り抜いてちょっとインフロント入ってるんで、さて長澤か山中か、山中入れます、速いボール来た、ファーサイド折り返す、決めた、イベルトン先制、浦和レッズ。スペースにしっかり届けられましたし、ただこのバウンドのボールを戻すのは簡単じゃないので、岩波だと思うんですが、はい、よく上からこうかぶせながら丁寧に面で合わせましたね。難しいですよ。そうですね。最後はエベルトンバックヒールです。これだけのスピードのボールが入ってくると戻りながらの守備者は触るとオフゴールになるかもしれないという怖さも出るでしょうし、はい、まあ、いずれにせよ何かが起きそうな、さすがの米本のプレーを見せています。上がりを待って阿部から相馬、中2枚かけたデサバとルーカス・ミネイロ、外した稲垣、そして阿部が来た、シュートだー、素晴らしい、弾丸が突き刺さりました。少しねここ相馬選手ずる取ったんですが、ちょっとミスを稲垣選手がフォローして、ここからですよね、この膝から下の振りで、このボールスピード、多分キム・ジンソン選手のちょっと予測ができてなかったですね、この速さに。前線からのまずプレスというところになります。ルハシ奪ってドリブル運ぶ、真ん中に運んで安井のシュート、古橋の左足、ファーストシュート、決めたのは左足で古橋です。先手を取ったのはいきなりの神戸、まだ20秒と少しのところ、マスカットがですね自分で持ち込んで、まあね、ここ中にいる選手これ合計ですかね、使ったこの浮いたボールですね、これね、あの簡単に見えるんですけど難しいですよ。ボールの落下点をしっかりと見極めて我慢してね、振り抜きましたよね。これキーパー取れない。